せーの、ユーはなぜ夜間部へ特別編筋肉自慢軍団、イエーイ。今日は、イカセの中でもトップクラスの筋肉自慢の2人に集まってもらいました。じゃあ、自己紹介からお願いします。のりちゃんです。あ、たいちゃんです。あ、じゃあ教員の大ちゃんです。じゃあちょっと早速なんで2人の自慢のポーズをちょっとやっていただいてもいいですか。自慢のポーズ。じゃあ僕は背中で。これ背中なんですか。はい、大丈夫。おお、今の何筋、何筋が回るんですか。今の大胸筋のポージングをしてもらったと思うんですけど、はい、どんなトレーニングをされてるんですか。主にベンチプレスがメインでやってます。週に何回ぐらい。週に2回ぐらいです。何キロぐらいやってるか。今は110キロでやってます。110キロ、はい、何回ぐらい。8回ぐらいです。8回ぐらいできます、はい、80キロです。お、だいぶ違うんですね。全然見た目はもう変わんないです。いやいや、全然全然違うんですか。ちなみに、なんで理学療法士を目指してるの。そんな筋肉あるの。他の仕事もなんかできそうな。いや、トレーナーをやってて、そう、まあ、そういう筋肉の知識とか深めたいなと思って、で、まあ、親戚とかおじいちゃん、おばあちゃんが多いんで、理学療法士目指そうと思いました。ちなみに、僕もトレーナーからやってて、で、その派生で、もっと知識を得たいな。向上心から理学療法士に。あ、はい、ちなみになぜイカセンを選んでいただいたんですか。イカセンは、まあ、家から近いのもありますし、まあ、夜間部があったのでここにしました。僕はもうギリギリやって、でここしかギリギリって何が成績ですか。いや、もう3月とかやったんですよ。あるとこないかな探して2、3個あったんですけど、ここがまあ良かった。あ、いや、もう行かせていいかと。はい。夜間を選んだ理由はやっぱ昼間トレーナーに来て、やっぱその夜間は年齢層がいろいろ幅広いので、まあ、面白い人もいっぱいあっていいかなと思いました。あ、僕もトレーナーやってるんで昼間は働くためにっていうので夜間になりました。夜間部のいいところを教えてください。イカセンの夜間部のいいところ。いいところは、まあ、そうですね。さっき言ったように年齢の幅が広いんで、やっぱりいろんな人の考え方をもらえたりとか、あとは中間部に比べて勉強のペースがゆっくりなんで、まあ、僕勉強苦手なんですけど、まあ。中間部よりはその夜間部の方が自分のペースで勉強できていいかなと思って思います。勉強苦手でもやっていけそうのが夜間部かなと。ちなみに1年生ですけど、はい、夜間部はどうでしょう。そうですね。でもその、まあ、年齢層があるっていうのもそうなんですけど、やっぱ時間が結構良かったかなと思います。5時半割となんか6時からやったら10時とかになるとかあると思うんですけど、それやったら結構厳しいなと思ったのが、まあいい感じの時間で終わるなのといいかなっていう。ちなみに最終学年なんですけど、何か質問とか聞いておきたいこととかあります。何が一番なんやろ、実習につながりました。実習につながる勉強で、はい、やっぱ基礎の解剖、運動、生理学、やっぱこの辺の知識が大切だなって実習って思いました。夜間部1年のたいちゃんです。よろしくお願いします。夜間部4年ののりちゃんです。
です。教員の大ちゃんです。じゃあちょっとポージングもう一回見せてもらっていいですか。すごいですね、でも横幅が。取れてますか、ちゃんと。腰痛いって言ってます。のりちゃんはどの筋肉が？大胸筋が。大胸筋。はい、で、一回ちょっとポージングやってみます。ポージングですか。はい。顔も手顔でいかないとダメなんですけど。この辺いいですね。あ、ここだね。うわ、ほんまや。これなんか入ってますね、これ。大胸筋上面。上線ですね。上線、ああ、はい。鍛えています。なるほど。はい。